パトゥムターニー地区内、ランシット運河の地図ランシット運河は、太陽国で最初となる土地開発事業、ランシット計画の中核となった運河である。ランシット運河は、ラーマ5世の地世に始められたタイで、初めての農業向け考え事業でもあり、野原であったランシット周辺の土地を開拓し、当時の最大の輸出品目であった米の生産を拡大するために始められた。 ランシット計画は、当時の、最も大きな土地開発事業だった。占有する土地の広さは、約80万から150万来で、パトゥムターニー県タンヤブリー郡、クローンルワン郡、ノーンスア郡、ラムルークカー郡の周囲、ナコンナーヨック県オンカラック郡、バンコクノーンチョーク区、バーンケーン区、アユタヤ県ワンノーイ郡、サラブリー県、ノーンケーの5県を含んでいる。 ランシット計画で行われた運河の掘削は、大国における、灌外事業、特に農業向け灌外の出発点とみなされている。ランシット運河と主流の掘削は、ラーマ5世の治世である1890年から1905年の間に行われた。ランシット運河は、当時ランシットに住む、人々の生命を支える、大動脈になり、農業用水の水源、交通路。 消費財の輸送路として使われる重要な運河になった。しかし、工業の発展に従って、農業用水としてのランシット運河の重要性は、下がり、その役割は、用水色のみになりつつある。1890年、シャム運河考え会社によって、ランシット運河の掘削が始められた。この会社は、民間企業で、王族、貴族、西洋人が株主となっており、 当初は、サーイ・サニッタウォン王子、プラナーナー・ピット・パーシー、ヨアキム・グラシーで構成されていたが、1892年に株主の変更が行われ、サーイ・サニッタウォン王子の息子であるスワ・バン・サニッタウォン、オーソンとエルビン・ミューラー、ハンス・メツラーが新たに加わった。サーイ・サニッタウォン王子は、ラーマ5世から命じられた国内の資源開発を行う必要があったが、 国王の土地を用いてはならなかった。運河を掘削する土地の調査を終え、1888年、国王に、シャム運河管外会社による運河の掘削許可を、嘆願した。事業計画は、イタリア人建築家ヨーキム・グレーシーに依頼され、グレーシーは、スキーム・オブ・イリゲーション・イン・シャム計画を作成し、農業の重要な産地である、タージーン側、メイクローン側、チャオプライアー側、 ナコンナーよく川の4河川に囲まれた低出地のため、米作用灌え運河の開発を提案した。1888年1月17日、国王ラーマ5世は運河の掘削を承認し、サム運河灌え会社に対し25年間の運河、掘削独占権を与えた。承認された計画では、会社は国王の野原の周辺に新しい灌え用運河を掘削し、 その広大な野原は、西は、チャオプラヤー川の東岸、北は、モントンアユタヤの南端までをんだ。この事業の内容は、チャオプラヤー川、ナコオンナーヨック川、パーサック川からの水を引き込む、大きな運河の掘削、水田に水を流す、支流運河の掘削、水位を調整するための水門の建設であった。年以降の運河、掘削独占権を得たとはえ、 契約はシャム運河考え会社に対して、運河の掘削及び修繕計画の提出を義務づけており、掘削計画、運河の寸法、完成期日については、毎回事前に農業大臣の審査を受けるよう決められていた。1890年、シャム運河考え会社は、初めて8本の運河掘削申請書を提出したが、当時の農業大臣パーサコーンウォンが許可したのはただ1本。 パトゥムターニー県アン郡バーミヤイクでチャオプラヤーガーと交わり、もう一旦は、ナコオンナーヨック県オンカラック郡でナコオンナーヨック、ガワーと交わる、本線の運河だけだった。会社は1890年3月4日に掘削を、始め、完成は1897年、工事に費やした時間は約7年、運河の幅は約16メートル、深さは3メートル、 全長は 56km だった。付近の住民は、サーイサニッタウォン王子の名前にちなんで、この運河を、ジャオサーイ運河、または、運河の幅から、ハチワー運河と呼んだ。しかし、その後、ラーマ5世により、サーイサニッタウォン王子の娘である、ヌアンサニット運河ンがんだ、ランシットプラユーンサック王子の誕生を祝って、ランシットプラユーンサック運河の名が付けられた。 この命名によって、以後この付近における土地開発計画は、ランシット計画と呼ばれ、この運河が流れる周辺は、ランシットの原と呼ばれるようになった。1892年、シャム運河管外会社は、再度運河掘削申請を行うが、会社の株主の一人であるようキム・グレイシーが、フランスの管理下にあり、外国人とみなされることを理由に、申請は却下された。 その後、ヨーキム・グレーシーは株を放出し、1893年、会社は改めて内容を変更した、運河掘削計画を提出した。当時の農業大臣スラサック・モントリーは、会社に許可を与え、ランシット・プライウーン・サック・運河から南北に分岐し、枝分かれして、水田の堀へと流れる運河の掘削を許可した。1893年から1897年にかけて、 下記2本の大きな運河が掘削された。大きな運河から枝分かれする小さな運河は1892年から1905年に計59本が掘削された。この他にも運河の水位を調節するために会社は2つの水門を建設した。すなわち、ランシットプラユーンサック運河の西側にあるチュラロンコーン水門と運河の東端にはサオアパー水門であり。 その名前は、ラーマ5世によって授けられ、1896年11月18日に、ラーマ5世王妃によって、開門式が執り行われた。もう一つの水門が、後に6リューカ流運河に建設され、一般には、村文社水門と呼ばれている。ランシット計画による土地開発は、ランシットの原付近に移住する人々を増やし、 特に開発が行われている場所では顕著であり、その後運河の掘削に伴って北方面に広がっていった。ランシット地区に移住する人々が増えた理由としては、米の輸出が増えたこと、新しい灌漑設備が信用を得たことが挙げられる。灌漑によって、水不足の問題が解決し、米の生産量が増加したため、興味を持ち水田に投資する人が増え、さらには、 平民や独立した奴隷へまでもが移住し、この周辺で新たに農業を始めるようになった。荒れ地だった、ランシットの原は姿を変え、多くの人々が住み、中国人、モン族、ラオス人、マレー人といった様々な民族集団と、仏教、キリスト教、イスラム教などの宗教が混ざり合う人口密集地になった。さらに、ランシット計画による運河の掘削は、 ランシット周辺の稲作高地に増産をもたらし、タイ国内における米の一大生産拠点に成長させ、生産量は中部地方の全生産量の10%に上った。政府と民間の米生産を促進し、1906年にはクローンヌン付近で初めて幸運期の試験運転を行い、1907年には初めての稲品種コンテストをランシットで開催し、農家へ 品種改良を促した。ランシット地区で生産する米は品質の高さで評価を受け、また優秀な品種を調査して農家に提供するために、ランシットに稲の品種改良研究所が設置された。後になり、運河が徐々に浅くなってきたため、特に寒気において十分に機能しなくなってきた。シャム運河考え会社は契約内容に 明記されている駆使作者の課せられた運河を保全する義務を果たさなかった。その結果として多くの住民が転出していった。そこで1904年からランシット運河を政府に移管し、管外設備を完全に機能させるために開発することを検討し始めたが、1914年1月1日にシャム運河考え会社の持つ運河駆使作独占権が執行するまでは、 政府が手をつけることは不可能だった。ラーマ5世はイギリス人の灌漑技術者サー、トーマス・ワードの助言に従い、パーサック側の水を流すことで、ランシット周辺の生産量を維持するため、南パーサック計画を実施させた。計画は1915年に始められる予定だったが、それより先に第一次世界大戦が勃発したため、計画は延期せざるを得なくなり、 1920年に建設を開始1922年に完成した。ありがとうございます。